でもロジャーがそんなに好きで、その最初にクイーンを見た時からこの人だって大好きだったわけで、そのロジャーと初めて会って仕事をした時っていうのはどんな感じだったの？なんか見てて嬉しかったの。見てて嬉しかったし、でももう、なんかまあこれは、まあもう時効だよね。きっともう時効なんで、例えば、ロジャーとかは、ロジャーと言っ最ちゃっ初、たとか。え？いやいや、そんなことはないです。絶対そんなこ そんなことない。時効だよそねっんて、ないくこらとし人たでら永も。久追放だ永よ。久追放だ。いや、そうじゃなくて、ある日、多分ロジャーと一緒に、ロジャーにアテンドして買い物に行って、で、ロジャーはクリスタルっていう、自分のドラムテックとすごく仲がいいんですね。その人もクリス・テイラーって言うんですよ。で、最初兄弟かと思ったんだけど、ノーリレーションで全く関係がないんだけれども、まあ、クリスタルっていうのとすごく仲が良くて、しょっちゅうつるんでるし、一緒に遊んでる。で、多分買い物行った帰りに、帝国ホテルに泊まったんですね、その時。それ帝国ホテルの、ガルガンチュワの前のところでお茶を飲んでました。で、そのロジャーとクリスタルと私と多分ボディーガードが一人。そしたらいきなりロジャーとクリスタルが、あ、やばいとか言うんですよ。で、何かと思ったら、昨日遊んだモデルの女の子たちが、また探して、こうなんか人を探来ちゃっしてた。る感じで、で、こう、喫茶店に入ってこようとしてる。ね、お姉さんたちなんですよ、外人の。モデルは全部外人です、ちなみに。だから、日本人の人と遊ばないんですね、そ多う分。なんだ。そう、だからモデル、そのアメリカ人かイギリスにかわかんないけど、そのモデルの背の高い姉さんたちが入ってきて、で、あ、やばいとか言って、どうしたの？って言ったら、いや、昨日ちょっと遊んだんだけど、もう今日はごめんなんだよね、とか言って。で、ごめんって、なんかお金渡して、払っといてって。俺たち先に帰るから。みんなで行くとバレるから、俺たちこそこそ行くからって言って、人にお金を預けて、彼らはこそ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 って逃げてったのを見て、で、その時に私は初めて、ああ、遊んでるんだって思った。で、ファンなんだけれども、別にファンだからね、どうのっていう、もう自分もいい大人だし、ことはないけど、ああ、なんだ、遊んでるんだ、でもロックンローラーっぽいなっていう感じで、別にそこでは何もね、もうだって、要するに厨房じゃないから、ロジャーと結婚したいとか言ってた中学生じゃないんだから。だけど、ああ、でもやっぱり、ああ、そうか、現モデ実ルをと、なんか目の当たりにしでて。も別にショックでもなんでもないし、ああ、なんかロックンローラーだなっていう感じでしたね。でも私、すごくね、その覚えてるから、面白かったのかなって。でもそういう意味では、ロジャーとかはすごく気さくだったし、ジョンに至っては、ジョンのエピソード一ついいですか？ジョンは、地味なんで、気がつかれないんですね。わ かる。それで、オーラ多が分ない。最後の来日の時だったと思うんですけれども、一週間ぐらい早く来て、ご夫妻で京都に行きたいって言われて、で、なんか私がアテンドすることになったんです。で、その時に、そのご夫妻と、多分、そのジョンのボディーガードと、日本側のプロモーターの人と、私とぐらいの感じだったんですよ。で、京都に、それも休日、5月の、来日の、みんなよりもちょっと早い時に、で、金閣寺行ったりとか、してるんですけれど、誰も気がつかない。誰も気がつかない。金閣寺で撮った写真とかあるんですね、ジョンと奥さんと。でも、本当にいいなんかご夫婦って感じなんですよ。誰も気がつかない。唯一、龍安寺かなんかで、すいません、ジョン、ディーコンさんですかって言った人がいて、その人には、そうですけど、今は、プライベートなんでって言って、そしたらその人も静かにしててくれたんだけど、本当に気づかれないです。で、あともう一つのエピソードとしては、そういうジョン、でもジョンとロジャーが一緒だとダメなんですよ。やっぱりロジャーが分かっちゃうから、エレクトリックショーとかになんか一緒に2人で、やっぱり電気が好きなのね、ジョンは電気工学博士だから。やっぱりロジャーと行きちゃうと、やっぱり騒がれちゃって、わーってなっちゃって、そうするとこう慌てて逃げ帰ってくるって感じなんだけど。あともう一個、ジョンと面白かったのは、原宿の、ジョンって子供がたくさんいて、で、原宿のキディランドに、行きたいって言われて、原宿のキディランドに向かって歩いてたんですよ。
そしたら、キャーって声が聞こえて、で、やばい、バレたかなとか思ったら、原宿の通りの向こう側に、ジョン・ボン・ジョビご一個様がいた。で、当時のジョン・ボン・ジョビはもう人気大、ね、絶頂ぐらいの頃だったから。遠くから見てもわかるような髪型で。そう、85年とかだったと思ったんだけれども、ちょうど同じ時に来日してたんですね。それで、そのキャーはあれで、なんかジョンと苦笑いした覚えがある。ちょっとがっかりみたいな。でもね、ジョンってそういうことをあんまり気にしない。なんか、本当にいい人です。ジュディさんはその残り、要するに、グライアン・メイ以外の3人のお付き合いをしてたわけでしょ、うん。3人がバラバラに行くってことは、動くってことはなかったんですか？ありましたよ、だから。そういう時ってどうしてたの？うん、だから、一番その中でも通訳が必要なところに着く。それ以外は彼らだけで。彼らだけってことはないですね。必ず予備屋さんの、プロモーターの人とか、お付きとかが作ったら、うん。通訳として、通訳として、誰か一人っていう、その、多分、アンティークを買うフレディとか。だからフレディが多かったです。やっぱりフレディが一番アンティークを買ったり、で、やっぱり一番プロモーターもフレディに気にしてて、ただフレディが今日出ないよっていう時は、じゃあ今日はロジャーについてとか、ね。多分その、他の二人が行くようなところに、それほど通訳は必要でもない。うん、ちょっと英語が喋れれば、一緒に行って、なんかちょっと通訳してあげるっていうか、タクシー乗ったりとか、お店でなんか注文したりとか。でも、基本タクシーとかは乗んないんで、全部、車が、ハイヤーが24時間手配で、必ずあるんで、だから彼らが行くときに、特にその通訳必要じゃなければ、で、もちろんパトロールの人、東京パトロールっていうところはパトロールしてなんですけど、警備員が、必ず、向こうの、外国人の警備員、向こうからクイーンが連れてきてる警備員、セキュリティの人と、日本の東京パトロールの人と必ず来るんで、だから全部、車も全部出すんで。うん、そっか、そういうの、クイーンぐらいになると一人一台、ね。そう、一人一台で。だから通訳が本当に必要、まあ買い物でもやっぱフレディが多かったですね。フレディはものすごく、もう、正常に、で、いつだったっけな、最後の方の来日の時は、今日は火鉢とタンスを買うみたいな感じで、火鉢とタンスに凝ってた時があって、火鉢を求めて、タンスを求めて、正常の方までなんか行ったり。正常に火鉢があるの？だから正常とかの骨董品屋で、そうすると、その、プロモーターの人がいろいろ調べて、ここにはタンスがありますとか、こう調べてくれたところに行くんですよ、わざわざ。うちのタンスあげんのよ。古いのいっぱいあるんだけど。もう火鉢もね、もう火鉢とか言って、すごくたくさん買ってました。なんかフレディがよく行ってたっていう、どこだっけ、なんか、東京じゃないところで骨董屋さんっていう。栗田美術館じゃなくて。美術館か。栗田美術館っていうのは、伊万里が有名だったんですって。で、今なんかそこで時々ね、クイーンのなんか、そう、クイーン展とかフレディ展っていうのをやってるんだけど。どこにあるの？どこだっけ？栃木かな。栃木の栗田美術館でもなんか2時間ぐらいかかるんで、そう、美術館で、みんな実は行きたくなくって、2時間かかるよとか言うんですけれど、本人は伊万里がすごい好きなんで、でも私なんかはその時まで栗田美術館の存在も知らなかったし、で、渡辺の美沙さんと美沙さんのお友達と、なんかご一行でみんなで行ったんですけど、当時もう亡くなったその館長の、多分今息子さんが継いでらっしゃるみたいなね、で、そこのその館長が案内して。佐賀とか長崎行きたいとか言わなかった？京都はあった。京都はお忍びの時に行って、で、これはね、清水焼のとこに半日ぐらいいて、でも清水焼のあの窯元がこう並んでる場所があるんですよ。出てこないの、入ったら。これで、私とその東京パトロールの人とか暇で、もうずーっと見てるから、もうなんか外で、あ、退屈だなーって、やっぱり若かったからね。つまんないなぁとかね、思ってた記憶があります。なんでこんな骨董品ばっかり見てるんだろうとか。4人のメンバーのさ、その、こう、何度もこう、お付きしていく中で、この人はこういう性格なんだなっていう、その、あったら教えて。うん。フレディはそういうことで、最初は話しかけるなって言われて、2年目になって、急に、二
2年目に会った時、2回目に会った時のその82年85年間、3年ぶり2回目に会った時に髪の毛切ったねって言われたんですよ。その前は長くて、フレディにいきなりその武道館の楽屋で会って髪の毛切ったねって言われた瞬間に、話したことなかったんですよ、プライベートで一回も、この人覚えてるんだって思って、やったーみたいな、ね、やったっていうかね、すごくびっくりした。それで後で、だって気難しい人だとやっぱ思ってたし、で後でお付きの人たちにあの聞いたところによると、フレディは実はシャイなんだ、でだからああいう風にこう強く見せているけど、実はとってもシャイで、自分の家に来ているあのなんていうのか、お掃除の人、週に一遍お掃除の人が来ていて、それがヨーロッパ、東ヨーロッパかなんかの人なんです、ドイツだかな、あのなんかの人なんだけれども、その人にハローも言えないで、本当は言いたいんだけれども言えなくって、なんかやっぱり半年ぐらいかかってやっと話ができたっていう、それを彼の周りにいる人が、フレディが気難しそうに見える、でも相手も気難しいと思ってるから相手からは話してこないし、でも自分からなんか声かけてあげたいって思うけれども話せないんだよ彼はって言われて、で、ああそういう人なんだって思いました。だからそのそうやって話しかけてもらって、実際その際あのその時と、あと最後の来日の時は、プライベートでこうなんか、あの、話したりすることもあった。で、だから本当は優しい人で、なんか、シャイなんだけど、イメージ的にね、やっぱりマッチョなイメージを作ってるから、実はその正反対で、実は海外しく、あの、そうそう。実はね、あの、ボーイフレンドが一緒に来てるんですけど、うん、あの、もう有名になったね、うん、あの、床屋さん、元床屋さんだったボーイフレンドなんだけど、その人と、に、海外しく接したりとかしてる。で、それがフレディ。ブライアンは、まあ、あの、ついてなかったと言っても、いろいろ細かいところではついてるんで、あの、優柔不断。そうなんだ。で、優柔不断で、スローモーなんです。で、スローだから、ロジャーと正反対なんで、ロジャーと合わないのね。で、ロジャーは、すごいせっかちだから、何でもカチャ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 ってやる方なんだけど、ブライアンは、私すごく今でも覚えてるのは、あの、駅で、駅ってやっぱりすごくファンがいっぱいいるから、裏側からこう通してもらって、で、なんか荷物用のエレベーターみたいなのに乗っていって、ホームはもう荷物用のエレベーターでギリギリまで待っていて、あの、新幹線入ったらそらーって言って荷物用のエレベーターからダッシュするんですよ。ホームにいたらもうすごい、また囲まれちゃったりするんで。で、その時に、そのお弁当を買いたいって言って、急いでだからお弁当とか選んでもらわなきゃ困るのに、どうしようかな、これもいいな、うん、こっちかなとか言って早く選べみたいな、両方買えばいいじゃんそうだ、ね、っていうふうに思ったんだ。うわ、この人はスローモーだから、私は自分が割とせっかちだから、うん、なんかイラつくな、これはって思って、なんか一番頭がスマートに感じるんだけどね、うん、あの頭はいいと思うんですよ、うん、多分だけど、あの、のんびり屋さん、うん、でなんかすごい神経質だって聞いたことある。そう、神経質だと思う、うんうん、で、ブライアンは意外とそういう。で、ロジャーは、あの、もう本当ロックンローラーで、はちゃめちゃな感じで、あの、明るくて、あの、喋るのもすごい早いし、うん、あの、チャキチャキした感じですね。うん。そう、ロジャーはすごく、あの、別の人がインタビューするのに、うん、ブライアンと、まあ、最近っていうか、ここ何年かで、ね、うん、まあ、クイーンって、あの、二人、やってるじゃないですか。うんうん、それで、二人のインタビューとかって言って、聞いたら、うん、なんか、ロジャーはすごくやりやすいんだけど、ブライアンは結構神経質だから、ちょっとやりにくいって、うん、インタビューアーとしては。ゆっくりなんか喋るし、やっぱりすごい吟味して喋るっていうところがあるからね。で、ジョンはああいう感じで、なんか、もう一番普通の人、うん、一番本当に普通の人で、なんかスタッフとかもなんか普通に接せる、うん、接することができる、見たまんま。で、ファンにとっても、フレディはやっぱ怖い存在だったっていうのを、私はやっぱりフレディについてる時に感じていて。なんか近寄りがたい感じ？そう、
なんかね、フレディのその追っかけをしている人たちっていうのはいたんですけど、その追っかけに一定のルールがあって、近づいてこないんですよ。で、もちろんお忍びで来日していた時も、それ以外の時も、ファンの人っていうのは来るんですけど、特にお忍びで来日していた時なんかは、追っかけて来るじゃないですか。うん、それで、フレディが、こう、京都かななんかで、こう、眺めのいいところで、ちょっと夜景を見ましょうとか言って行ったんですよ。で、その間にいっぱいファンが来てたんで、もう運転手さんが腕に乗りをかけて、巻いてやりますよとか言いながら巻いたんですね。で、巻いて上まで行ったら、一台だけ先にいたんですよ、ファンが。待ち構えてたんだ。待ち構えてたの。で、あ、いるとか思ってか、まあ一台だけだ、一台分だけだからいいやって言って、行って、で、私たちがこう夜景を見に出ても、姿見えないの、そのファンの人たちの姿が。それで、こうやってなんか見ると、いるんですよ。こそこそって隠れる。で、フレディがそっちを見ると、ふって隠れるの。だから、だるまさんが転んだ。だるまさんが転んだのが、私たちフレディの横にいて、フレディが見ると、ふって隠れるのが、すごいおかしくって。影からこうやって見てる。そう、影から見てる。隠れるとわらわら現れるんだ。うん、だから、遠巻きに、遠巻きに、遠巻きに見てるんですよ。ちゃいけないけど、うん。で、フレディもね、なんか、ふっとか笑っちゃってね、なんか、でもさ、日本人ならではだよね。うん、だからなんかね、で、実は、その、後になって分かったら、その中に私が後になって知り合いになった子が一人いて、その彼女からの、その、話を聞いたんですよ。なんであの時あなたはね、それで隠れたのって言ったら、いや、フレディ様が、やっぱり、こう、夜景をね、ご見学になるのを邪魔してはいけないと。私たちがこう言って、邪魔するのは良くないと。だから、ね、やっぱり彼がこうやって堪能してもらいたかったから、っていうふうに言ってたのを見ても、ファンってすごいなって思う。ファンの鏡だね。そう。だから、そんな中に、ずけずけと、こう、サインをもらいに行ったりすると、村八分になるらしい。そういう人が。ファンとは落ちる。クラフトファンは何、結構、わーって行く方なの？だって遠巻きで見たりしないでしょ。わかんない。私、クラフトの追っかけしてないから。だってみんなホテル行っちゃったりしてさ、ロビーで待ち伏せしてファン。でも、それはクイーンだって。クイーンだってそうだよ。もちろん。だけど、ロビーで待ってても、フレディが、フレディがこう通るときに、さって隠れる。うん。隠れるし、あとその、モーゼみたいな、フレディの横についてる、その、伊丹さんが、今だったらいいよっていうときは呼んでくれるんですよ、彼が。うん、だから、フレディの機嫌を見て、今だったら大丈夫かなって言ったら呼んでくれるし、今ちょっとピリピリしてるなって言ったら目でこうやって制するわけ。うんうん、そうすると、ファンの人はみんなわきまえてるんで。すごい。そう、出てこないみたいな。または遠巻きに見てる感じ。でもなんか。ロジャーなんか普通にさ、みんな、えーいとか言うけどね。そう、グループによってみんなそういうのってあるみたい。エアロスミスの話とかも私聞いてたけど、うんうん、やっぱスティーブン・タイラーなんかは、うん、全員、一人残らずサインと写真が終わるまでは、ホテルの外で全部、やるんだ。外から帰ってきてファンがいると、うん。で、そのプロモーターの人には、とにかく急がなくちゃいけない時は言ってくれ、うん、止めてくれっていうの。で、止められなかったら僕は全員にする。すごい。エアロ来日したら追っかけしちゃおうかな。すごいよ。スティーブン・タイラーはものすごい、そういう。すごいよね。いい人だね。でも、ジョー・ベリーはさっさと中入っちゃうみたいな。やっぱ機嫌によって。うん。だから、スティーブン・タイラーが好きな私の知り合いなんか、もういっぱいスティーブンからの、ね。あの子ね。うん。それで、返信用の封筒を渡して、渡してっていうかファンレターに入れとくと、必ずどっか、世界のどっかから、フレディじゃないや、スティーブンから返事が来て、うん、その、どっかの空港の、ナプキンとか、うん、なんか、コースターとか利用して返事を書いて、すごい。で、ちゃんと切手を貼って、そこで、出してくれるんですって、うん。いい人だね。すごいいい人。で、それはなんか日本のファンだけに優しいとかじゃなくて、友達がたまたまロンドンを歩いていたら、うん、高級ホテルのところで、なんか人だかりがして、見たら、そこにスティーブン・タイラーがいて、そのロンドンのファン囲んで、みんなと写真をやっぱり一人一人。で、全部終わったって確認してから中に入ってったって。素晴らしい。ね。まあ、我々もね、ずっとサインしますよね。あ